しゃい。まあ人が多い。ただね、まあ、いつも思うんですけど、走ってると皆さん応援してくれるというか、なんかこの森脇健児が走っていることも含めての観光名所みたいな、そういう感じになってますね。やる気元気森脇チャンネルです。お願いします。お願いします。いただきました。はい、大阪城公園はもう梅、ああ、いいですね。綺麗ですね。我々はこの梅を見ることなく、はい、梅祭りに行くことなく、はい、その前の坂を走ると目もくれず目もくれずはい、じゃあ今日は310本という、310本の稲わりですね。あの夏以来じゃないですか。そうか、いや、ほんまやわ。これ何十年やったの。重いですって、また重いですって。あの、気になったんですけど、森脇さんで、その今日は310とか531やってるので、はいはいはい、どんな感じで決めてるんですか。それはいや、この前531やったやんか。ありますよ。今日531やると、はい、なんか基本的に楽やん。あ、この前できたから、一回やってるから。なるほど、ね、だからこの前できたから、もう一発は楽やから下げるんか。この前できたやんか。ただ310ポイントはちょっと嫌やんか。もう違うことやる方がなんかこう精神するね。冒険家すごい。何やろこれ。すごいですね。基本そういう考えなんかあかんってことなんですよ、走る男はやっぱり。でもまあ嫌やで。嫌なもん嫌やわ。嫌やわ。それはそうですよ。嫌やわ。はい、できたら楽してテレビ出たいけど、楽してチヤホヤされたいけど、はい、もうそんなんないやん。分かってるやん。頑張ろう。頑張ろう。マイシャ、頑張ろう。お願いします。で、1個目です。はい、よいしょ。お願いします。うわー、すごい。うお。なんかゆっくり夢見てくつろぐロケとかしたいな。よっしゃー、イエイ。最後まで、はい、はい、ナイスだ。10、7、10、僕は2003年に初めてオールスター出て、はい、でそこでオールスターで、まあ、命かけよう思って練習するやん、はいはい、な野口みずきさんが京都でまだグローバルへおって、グローバル、はい、で藤田監督おって、はい、で藤田監督と練習しておって、はい、監督を言って挨拶行って、はい、3600m、はい、アップダウンはあるんですけど、はい、監督どんな練習したらいいですかって、なアテネで優勝させた野口みずきさんの監督やで、はい、名将ですよね。名将、藤田監督、はい、一言、はい、310ポイントバルだよ。着上つなげ。それ絶対やろうと思いますよね。いいイメージで1本目いきましょう。はい、じゃあ行きます。そのセーブしてないですね。はい、ね、結局少ないセーブして、はい、ちょっと流してる感じある。まあまあ多分出てましたよ。いや、余裕あったように見えましたけど。右寄った。
はい、オッケー、ナイスな。はい、今日は2月の22日ですね。猫の日。さっきまでね、実は午前中ずっと雨が降ってまして、練習どうするのかなと思ってたんですけど、走り出す30分ぐらい前からピタッとやみまして、まあ、結構ね、道もすぐ乾いて、ただまあ、やんだ途端、観光客の方もどっと増えましたね。そこは仕方がないかなと。一応、大阪城公園さんには、きつい許可を得て、撮影しておりますが、まあ、人が多い、今日はね。ただね、まあ、いつも思うんですけど、走ってると、皆さん応援してくれるというか、なんかこの森脇健児が走っていることも含めての観光名所みたいな、そういう感じになってますね。できた、3本目。うっ、いいタイムできてますね。やって、ナイスな。うん、しんどい。当たり前、はい、苦しいな。当たり前、楽なことして食べてなんだ。行き前、はいはいはい、ウェルカム。10本やるんで。ください。ありがとうございます。調べるみたいです。7本目です。うえい。Okay. Hey. Nice one. 途中から回したんですけど、
今 2.27 キロ僕 100m 最後行ってないんですけど、僕もね4キロ行く計算なんです。これがねやっぱ地味にきつい。普通の人って5キロ走るの嫌じゃないですか。もう310本って言われるともう距離感麻痺ってみんな6キロ行っちゃうんですよね。これがね恐ろしい。スピード練習って言いながら実は6キロ走ってるっていうね。行こうか、8本目。ナイスラン。今のいいな。あにゃにゃ、言ってもやめない。はい。絶対やめない。はい。今のは1分きゃ。絶対やめない。ええことが言ってあるんですけど、しんどすぎて全然入ってないですよ。レディーゴが210本、皆さん310本ですけど、ラスト100は坂ありっすからね、倍しんどい。そして皆さんが浮いてる間僕ここで休めますけど、その時間もないと。いやこれすごいわ。この言い方もどうかと思いますが、アホですよ。本当まともではないですね。ただいま12時30分12時半です。最後レディーゴいっぱい。
やばいっす。出し切った。マジでやばいっす。何分？7。ありがとうございます。おっしゃほんまにまだ5、3、1と全然違いますね。やっぱり違うな。でもこれでできてしまうと、はい、次やるときにはあこれできたからって言ってちょっと余裕ができる。なるほど、わかる。一回乗り越えたら精神的なのって大きいんですね。大きいね。ほんでまたこれ春オールスター、まあ、あるかどうかまあね、わかりませんが、もしあったとしたらまた次7月夏やるやん、はい、またこれゼロかで、ね、そういうことですよね。また暑いやん、まあ、夏の感じ、夏暑いやんでまた冬来て何年続くんやこれ。春夏秋冬ね、感じながらできますもんね。まあ、奈良の山行ったり、あ京都の階段行ったちょっと面白いですからでまたこれ見てる人が一緒に走りたいですか言ったら来はんね。嬉しいですね。こんな嬉しいことないですよ。またやらない。おじいちゃんランナーこの前、うん、パッと動き、うん、いつも見てますよ。村井健二さん見てたらわしも負けてられないもうマジの顔でずっとまっすぐ見ながら言ってましたね。負けてられへん、負けてられへん、あんなんや頑張ってておんねんから、ね、この前京都マラソンで、はい、あの親子で走ったはって、はい、何回もテレビ見てたよ、はい、お父さん57、同い年、同い年この人と思ったら、はい、お父さん走る、あのどうして走るんですか、はいはい、わし村井健二が、はい、走ってる限り、はい、わしも走んねん。うわぁライバルやねん。森脇さんって全国にライバルおるんですか47都道府県に森脇さんのライバル勝手にライバル、はい、自称ライバルって言ったはい、面白いね。面白いっすね。そのためでもやっぱ頑張っとかなあかんね。あ、頑張りますもんね、はい、いつまでも行きましょう。はい、やりましょう、はい、じゃあそう310本やってくださいありがとうございました。